こんにちは。確かにどっちだろう。今日実はすっぴんです。リップしかしてない。でも髪の毛バチバチ決めてんの髪の毛はね、実はちょっと巻いてるんですけど、何もしてない。ちょっと今日はねしないで、メイクしない。寝起き言うても9時半ぐらいに起きましたでもちょっとまだ取れてないかも、寝起き感が。そうで今日はね、朝ごはん昼ごはんを食べながらちょっと配信しようかなと思います。朝ごはんさっき自分で作りました。バナナとヨーグルトにバナナときな粉を入れました。ちょっとねあんま見栄え良くないから遠くから見せるねこれを食べながらお話ししていきたいと思います。朝ごはん配信やったか、ちょっとだけやったこともあるか。朝って感じ。朝じゃないかも。うん。そう。安定のバナナ大好き。もっと綺麗に盛り付ければ映えると思います。もう昼ご飯、確かにもうこれが食べたかったから、朝っぽいから。起きたのは9時半なので朝感覚まだ。でも寝たらじゃない、終わったらもう昼だよね、12時。はい、ありがとうございます。起きてまだ何も食べてない。ぜひ一緒に食べましょう。いつもと前髪違う気がする。切ってないよ、今日コテで巻いたからか。配信終わったら昼ご飯なわけ。なんかサラダみたいな存在これ、さすがに食べないよ。さっきアイス食べた。あ、いいな。私もね昨日ねアイスね1個買って冷凍庫にまだ眠ってるんだけど、また美味しかったら皆さんに紹介しますね。嫌な夢って、そうさっきも大雨で送ったんですけど、嫌な夢見たんですよ今日。本当にさっきもお母さんにね起きた瞬間話したんですけど、すっごい嫌な夢だったの。なんかねいっぱい夢見たんだけど、なんか変な人に追われる夢とかなんか
あとなんだっけ、なんか戦う夢もね、ちょっと見たんですよ。戦う夢とか一気に見ましたから。そう、なんかそんな寝てないんですよ今日。なんですけど昨日ね、そう夜中にブログ書いてて気づいたらすごい時間になってて、そっから寝たのであんまり、うん、寝てないはずなんですけど夢めっちゃ見て、そう夢占い調べようと思ったらすっかり忘れてましたね。頑張りください。頑張ってください。バイトって大変だよね。うん、わかります。私もなんかバイト行くまでが憂鬱だった。なんか行ったら楽しかったりするんですけど、本当行くまでが憂鬱で。朝一とか私やってたので、そう。やばかった。何時起きだ、5時起き、5時起きとかでしたね。週2ぐらい、週2、3ぐらいで5時起きだった。ハートありがとうございます。コンビニ大変そう。コンビニって本当にさ、いろんなことできるから便利だけどさ、働いてる人から、人からしたらもう大変だよね。なんかレジだけじゃなくてさ、荷物なんか届けるやつもあったりさ、あとなんだろうな、いろいろあるじゃないですか。だからコンビニは余計大変そう。頑張って。あ、確かに決済もあれか、電子マネーだったりクレジットだったり現金だったりいっぱいあるよね。ほら、ありがとうございます。うん、5時起きだったけど遅刻したことはなかった、まあ、そんな期間やってないんですけど、スケイ入って辞めちゃったんですけど、そう遅刻はしなかった。バナナヨーグルトを食べてます。コンビニでまだ現金の人いるのかな。はい、なんか私は現金です。まだたまに使うけど電子マネーも基本現金かな。あ、ゆいちゃんね、コンビニでバイトしてたみたいなこと、あれブログだっけに書いてあったよね。
スタバはスタバカードも使ってる。ああなるほどね。スタバカード使ったことない。あでもなんかね、去年の誕生日に友達がスタバカードのスタバのドリンク無料券がついたメッセージカードくれて、そのメッセージ書いてあって下の方にあのなんかワンドリンク券がついてるやつをそうくれて、あれすごい嬉しかった。本当ありがとうございます。めっちゃプレゼントにいいなって思いました。スタバカードもいいですよね、プレゼントに。うん、私もあげたことある、お姉ちゃんにあげた。お姉ちゃんに誕生日にあげました。でも使ってない。な、私もあんまり使い方よく分かんなくて、結局ね多分一回もまだ使ってない。使わないとですね、もったいない。で一緒に行ってついでにおごってもらうっていう、そういう作戦です。そう、作戦。これ見られてたら終わりだけどね。スタバラインペイもあるか。そっかそっか、もういろんなペイがあってちょっとよくわかんない。スタバよりドトール派です。なるほど、ドトールってココアが美味しいって聞いたことある。私も一回だけねココア飲んだことあります。確かにスマホに全部集めすぎて怖い。それはわかる。昨日の断産師で筋肉痛になってなってない、大丈夫だ。でもねちょっと前なんですけど久しぶりに踊った時は筋肉痛になったなりましたね。でもそこから毎日ちょくちょく踊ったりしてたので大丈夫でした。昨日久しぶりに踊っただったらやばかったかも。あ、タリーズ派ね。タリーズ派ね。そっか、タリーズ派もいるのか。タリーズはタピオカ、今なくなってたかな、あるのか。タピオカがあってそれがすごい美味しかった。ちっちゃいタピオカなんですけど。米田あんま一回行ったことないから。サンマルクカフェのいちごバナナスムージー、初めて聞いた。サンマルクカフェあんま行かないですね。うん、今マンゴーの飲み物出てるよ。そうなんだ、マンゴー、そっか夏だもんね。うん、
77日、77、いい数字。こんにちは。あと3日で80日。わあ。やばい、なんかすっごい眠たそうな顔してる。これは1時間です。あ、こんにちは、受験さん、ありがとうございます。眠くはないんですけどね、全然眠くはないんだけど、なんか顔の眠気が私取れるのが遅くて、だから大事な日はね、結構早く起きないと、あのなんか眠たそうな顔してる。そう、眠くはないんだけどね。パジャマだよ。これお気に入りでね、結構着てる。色違いで買えばよかった。そんな寝起きじゃないんですけどね、1時間以上経ってるんだけど。うん、毎度おなじみのパジャマです。半袖、うん、結構長めの半袖っていうのかな、うん、ズボンも下もあの短パンじゃなくて膝上ぐらいまである。これめっちゃ着やすいんです。なんか同じのもう一着買えばよかったなって思って。食べました、ごちそうさまでした。そう、もう買えないんですよね、売り切れて。そう、売ってないの。
そう、割と最近買いました。でもすぐ売り切れちゃって、そう、 DU のやつ。こんにちは。確かにサウナっぽい、なんかサウナ、そういうなんか施設にありそうなパジャマかも。確かに生地とか。みーちゃん、他のアイドルさんなら誰はどのグループが好き？あ、いいですね、この話。本当に好きなアイドルがたくさんいるんですけど、なんかちょっとね、あの話か変わるかな。あの最近すごい好きな曲よく聴いてるのが、HKT48 さんの三色にがめっちゃ私好きで、曲がすごくいいなと思って、皆さんも聞いてますか、三色に。そう、新曲のなんか全部好きなんですけど、特にそんなダンスとかもすごいかっこよくて、最近誰が、あの私結構ブーム、STU さんの曲も好きです。あれなんだっけ、待って、歌詞じゃない、題名、あ、暗闇だ、暗闇が好きかな一番。皆さんも好きですか？ゆうさんならそれが一番好きかなって思いますね。なんかあれも曲かっこいい感じの曲ですごい好き。あとはね、NMB さんだったら、まあ結構最近、ちょっと前のやつなんですけど、初恋始業主義が私結構好きですね、あの曲。なんか NNM 劇場に一回、あ、全然好きとか入る前に見に行ったことがあって、そう、あの石田あかりさん
をずっと YouTube で見てて、私はそれで行きたいなと思って、そしたらチケット取れて行けたんですけど、行った時にすごい私も母さんももちろん吉田あかりさんもすごい、やっぱ生で見るとねすごい可愛いなって、もうより可愛いなって思ったんですけど、太田優里さんもがなんかもうすごい可愛いと思って、お母さんと二人でなんかすごいなんかいろいろ言ってました。言ってた何可愛いねって、そう、すごく可愛かった。だからなのかな。だから初恋至上主義が好きなのかもしれない。で全部行ってこう、全部行ってく、NGT48 さんだったら、マックス時315号かな、一番好きなのは。かなと思います。これは多分みんな人気かな、みんなも好きだよね。あ、チームメイトさんだったら、47の都道府県もいいんですけど、蜂の巣ダンス結構好きですね。蜂の巣ダンスが好きかな。踊ってみたい。難しそうだけど、とっても。難しそう。でも圭司さんが言ってたんだ。あ、そうなんだ。あと、あれ、あとはあれか、 AKB48 さんかと。だったら、これは迷いますね。なんだろうな。なんだろう。迷う。すっごい迷う。
ちょっと曲数も、あ、夕日を見ているか、すごいなんか結構昔の曲なんですけど、あ、夕日を見ているかは結構なんだろう、昔思い出すなんかすごい小学生ぐらいの時のなんか記憶が蘇ってくる感じがする。そうそうそう、エモいってやつです。そうそうそう、エモいって言葉がとてもよく似合う曲。他にもいっぱいあるけどね、それかな、なんかいろいろ含め。おはようございます。乃木坂さんだったら、あ、これ前あれかも、話したことあるかもしれない。乃木坂さんはね、空扉が私は好きです。前言ってたね、うん、これ前言ったかも。乃木坂さんもたくさん曲あるから、ちょっと選ぶの大変だけど、私結構好きですね、何回も聴いてた。欅坂さんだったら、うーん、迷うな。あ、すごい迷うか。うん、なんだろう。あ、なんだっけ、あの題名もです、制服と太陽だっけ、太陽と制服だっけ、制服と太陽、そうって曲が好きかな、結構。夕日を見ているか、2007年10月発売、13年、約13年前ってことは、私が4歳、5歳、5歳、めっちゃ前ですね。5歳か、え、すごい、13年前の曲だったんですね。うん、私が聞いたのは小学生の頃だったので、幼稚園ですよね、5歳だったら。うん、全然幼稚園だ。うん、ありがとうございます。
知らなかった。ありがとうございます、調べてくださって。あ、次、日向坂さんだったら、そうですね、もう最新曲なんですけど、そんなことないよが好きかな。あれも踊ってみたいなって思いますね。めちゃめちゃ難しそうだけど、そう、めっちゃ難しそうだけど踊ってみたいなって思ったり。そう、かっこいい、そうそう、かっこいい激しい感じのダンスをちょっとやってみたいなって思います。あ、ダサだって全然知らなくて、まだありがとうございます。時かな、好きな曲の方、うん、結果ちょっとかっこいいめのダンスをしてみたいっていう結果ですね。ほら、ありがとうございます。なんだろう、覚えるのはねすっごい大変だと思うんですけど、無意識の色のちょっと速くなるところ、てて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 てなところが結構こうテンポが速いんですよ。なんかああいう感じのところが私結構好きで、もうなんか早くこう踊る感じがねすごい好きなんですよね。あそこも最初は「えっ、どうやって踊るの？」みたいな、すごいね分かんなくて、やばかったんですけどそう、すっごいね、ほんとダンスの先生の踊って、どうやって踊ってるんってなりました。あ、皆様あそこらへん好きですか？私も好きです、あそこらへん。でも私ノーウェイマン、AKB さんの曲があるじゃないですか。そう、あれをそう踊りたくて、で どこまでやったんだっけな、
すごい、ただ自分の趣味っていうか自分がやりたくて、あ、だるまありがとうございます。そう、あれをね、覚えましたね。なんかテレビ見ながらだっけな、あ、 YouTube 見ながらかな、なんか見ながら、サビの部分だけかな覚えて踊ってましたね。っていうぐらい多分そういうかっこいい系が好きなのかなって思います。あ、サビだけですね。なんだっけ、待って、サビの音楽が流れない。なんだっけな、そう、踊ってた。アイスバンドと何が好き？あれ、ヴァンパイアだっけ。あー、ラストアイドルさんも好きですね。すごいずっと見てました。あのオーディションの番組最初から見てましたね。ラストアイドルさんだったら、シュークリームロケッツさんのアチューが好きかな。かな。結構詳しいよね結構詳しいと思う。結構見てたから。木本康さんの系のグループは特によく見てます。すごい可愛い曲なので皆さん聴いてみてください。ぜひ、聞いたことないかな。すごい私は好きですね、あの曲。何歳ですか？17歳です。高校3年生です。LJK です。10期生でアイドルトークで盛り上がったりしますか？あ、するする。うん、みんないろんなグループ好きだから結構ねする。あの新曲いいよねみたいな話とかもしたりしますね。
青春高校の猫気持ち、あ、なんか一回テレビで聞いたことあります。あの曲もすごい良かった、良かった、すごくいいなと思います。なんかあれも秋元康さんが考えたんだっけな、違ったかな。すごいわあ、いい曲だなって思いました。覚えてます、結構前かもしんないけど。日曜日って雰囲気だね、出てますか雰囲気で。ゲームしてないですね。あ、でもそう SKE の大富豪、そうやりたいなと思ってまだやってないんだった今度やります、アプリ入れよう。秋元康さん系以外だったら、なんだろうな、普通のアーティストさんもよく聞くんですけど、あ、指原莉乃さんプロデュース系の方も聞きますね。イコールラブさんとか、ノットイコールミーさんとかも聞きます。普通のアーティストの方だったら、なんだろうな、なんか同じような曲しか私本当に聞かないんですけど、ヒゲダンさんとか、あいみょんさんとか好きかな。あとね、ディズニーの曲も好きなんですよ。この前はお姉ちゃんと一緒にディズニーの曲を大熱唱してました、一緒に。なんかディズニーの曲ってこう男の、何、例えばプリンスとプリンセスいるじゃないですか、こう掛け合いこうなるじゃないですか。そうだから、それをお姉ちゃんと一緒に、あの私こっち役やるって言って、あのやってましたね。一番好きな曲はディズニーの中だったら、最近はね、あのお姉ちゃんとハマってるのがジャスミンの、実写版のアラジンのジャスミンの曲があるんですよ。あ、誰もありがとうございます。そう、そのジャスミンの曲がすっごくかっこよくって、そうハマってます。聞いたことある方いますかね。めちゃめちゃいい曲なんです。なんだっけ、名前忘れちゃったけど、なんだっけな、あのスピーチレス、あ、スピーチレスだ、それ。うん、それお姉ちゃんの影響で聞くようになりましたね。お姉ちゃんがずっと聞いてたんですよ。あとはラプンツェルの曲も好きですね。あのラプンツェルが歌ってる方も好きなんですけど、ラプンツェルと誰だっけ、あの男の人が歌ってるやつなんだっけな、ユージーンだっけ、あれなんか名前2つありましたよね、なんだっけな、忘れちゃった、好きです。
リトルメイメイドになってね。リトルメイメイド。今日は L 配信はないですね。今日はお昼です。そうそう、髪の毛の長い女の子の話。そうそう、あー全く見ない方も、そっか、そうですよね。ご時間とありがとうございます。こんな感じかな。そう、ディズニー好きなんですよね。そっか、一応これ午前配信なのか。そっか、ギリギリ午前配信だね。あ、初見です、ありがとうございます。意外とこの午前中の中途半端な感じの時間でも皆さん結構見てくださる方多いですね。平日の夜よりも。やっぱもう皆さんお休みかな、今日は。お休みなのかな。なんか11時ってなんか中途半端かなと思って迷ったんですよ。なんか12時だったらまあうんって感じなんですけど。お、フォロワー3500人まであと10人です。だってすごい、あと10人だって。今日はちょっと難しいかな。明日明後日ぐらいに頑張っていけたらいいですね。くしゃみが出そう。セーフです。ぜひあのまだフォローしてないよって方いましたら、みーちゃんはトイ・ストーリーのキャラクターの中で一番好きなキャラクターは何ですか？トイ・ストーリー、うーん、え、なんだろうな、トイストーリーか。なんだろう、リトログリーメンかな。あ、ダンス配信でたくさんの方が見てくださったんですね。嬉しいです。よかった。やってよかった。うん、今からお仕事。お仕事か。頑張ってください。緑色の兵隊。緑色の兵隊のね、キャラクター、いますよね。あのね。なんか生で見たことある。え、あと3人本当に一気に7人増えた一気に7人増えたのか。嬉しい、ありがとうございます。これ頑張ればさ3人、お願いします3人、すごい、びっくりびっくり。ぜひあのフォローよろしくお願いしますね。頑張ればいけそうな気がしてきた。嬉しい、3500人もびっくり。
よし、ちょっともうそろそろお時間になってしまいましたのでランキングを目読して終わりたいと思います。こんにちは、こんにちは。今日も皆さん見ていただきありがとうございました。よし、じゃあランキングも13位、ありがとうございます。12位ごめんなさい、12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。パチ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 。では皆さん、今日はブログの日なので、ブログどれくらいかな、わかんないけど今日中に上げるので、ぜひ気長に待っててください。今日もありがとうございました。確かに私の好きなものいっぱい今日話した気がする。はい、ということで4645人の方ありがとうございました。お疲れ、ありがとうございます。あ、おうちラジオも聞いてくださいましたか、ありがとうございます。ぜひぜひ感想お待ちしてますので、あと次のね第4回のフリートークのテーマも募集中ですので、ぜひぜひハッシュタグミーラジオでつぶやいてください。よろしくお願いします。よし、じゃあそろそろ終わります。はい、明日は平日なので20時からやろうかなと思います。はい、では皆さん今日も一日頑張りましょう。私も頑張ります。じゃあ皆さんありがとうございました。またね、皆さん今日も頑張ろう。ありがとうございました。バイバイ。皆さんも良い日曜日をお過ごしください。じゃあね、バイバーイ。